はい、こんばんは、はい、こんばんは、第15回、駄菓子屋ゲーセン回顧録、始めます、はい、私、はい、山田店長と交代し自分で交代していました。はい、そうです。はい、すみません、今日はちょっと僕の用事で1時間遅れで、でなんか今日なんかスーツ着てるんじゃないですか。今日なんかあったんですか。今日でしょ、今日は危うくね落としそうになったんですけど。え、いや落としとって、そのこの回をっていうのが、そうね、今回ね、そうそうそう、インターネットの、うん、ネット販売の講演の講師で、うん、来てくれって言われて、またでちょっとお話しに行って、うん、慌てて帰ってきたんですよ、うん、だから結構早く着いてしまって、うん、9時ちょっとぐらいに着いて、うん、で日ここにまでここに、あ、9時からいたんだ、9時10分ぐらいで着いて、うん、でもセッティングしてたんですよね。おう、うん、だから暇やからゲイングラウンドして待ってたんです、交代しよう。あ、そう。で今から途中で電話とかして、うん、で今日ほら後であるコーナーの中で筐体持ってくるって話やったから、うん、準備大丈夫かなってことで、うんうん、いやギリギリまで戻ってこないかなと思って、ね、ああなんとか早く、いつものように、はい、なんとかかんとか、うん、大丈夫です、うん、はい、というわけでなんとか、はい、今回も開始することができました。できました。最後までいけるのかどうかよく分かりませんけども。最後までいけるっていうか、まあ、うん、それはいくでしょう。まあね。どうなるか分かりません、ね。どうなるか分かりません。ね、あ、そうね。今日も全く打ち合わせしてないんですよ。あ、そうでしたっけ、うん。今日全くほとんど打ち合わせしてない。それと僕がちょっと体の調子悪くて。え。もうめったに調子悪くならない男が。調子悪くなる。4年前になった、何だっけ、尿管結石、なんかめちゃくちゃ苦しかったという、そうそうそう、ね、あれにまたなって昨日ぐらい気づいて、うんうん、ちょっと調子悪いんですけども、まあそれも吹き飛ばすように頑張ってやりたいなと。死ぬこと以外はかすり傷どうですか。それとなんか皇太子が今日やるんかって聞かれて、ほら知り合いの人がなんか楽しみしてる。いや、そういうの来るから、メールが、ね、来る、うん、ね、僕のとこ来てるんですよ、メール何人か。そうでしょ、うん、楽しみしてます、ね、とかですね、すごいよ、ね、最初どうなることやらってやってたのに、ね、うん、まあそんな嬉しい悲鳴の中ですね、まあ、頑張ってやっていこうというふうに思っております。はい、はい、そしたらもう早速ですけど、今日どうしても皇太子が本当やるべきコーナーを、え、企画を、それ言うの、それもうこれをやらなしゃあないやろということでひっくり返したという、もう私も期待しますよ、ね、うん、チェックしてたら面白かったから思い出したね。分かりました、ね、もう期待します。チェックした、これもう僕全然分かんないんで、もう話聞くだけかもしれませんけど、今日の、いや、そんなことないですって。一発目の企画はこれです。皇太子のディープな、ディープなコピー基盤の話ですね。コピー基盤だとほら、駄菓子屋ゲーセンにあったゲームって、うん、大体コピー基盤なんですよ。うーん、ね、いや、ほとんどそうなんですよ。いやいや、今思うと変やなっていうのは、ね、いっぱいありましたね。そうでしょ。うん、その時は全然分からなかった。その時はあんまりね、うん、意識 してないっていうか、普通してないけれども、うんうん、でも、ね、ほとんどね、8割っていうかな、9割ぐらいは多分コピー基盤なんですよ。ほんと、ね、で、まずはどっからいいですか、もう適当に。まずゼビウス。ゼビウス、これといえばゼビオス。ゼビオス。これは多かったですよ。ゼビウスとみんな、これよくわからないじゃないですか。パッと見え。でもパッと見てすぐわかるけど、ね、俺。あ、わかる。赤みがないもん。赤みがねえみたいな。やっぱり。いや、わかるんですよ。ほら、うん、スペルのゼビウスの、うんうん、O-U-S の、うん、U が抜けてんの。なるほど。ゼビオス。ゼビオス。で、インストカードにも思いっきりね、ゼビオスって確か書いてあったの、これ。で、ゼビオスよく、これが一番多かったかな。中身どうなんですか、あんまり変わんないんですか。一緒。あ、ということは、名前だけ、タイトルだけ変わってるパターンのやつ。でもね、デッドコピーは出るもんね、確かね。横の、右の、開始後すぐ右に寄って、うん、そのね知らんがな、はい、ね、そして爆弾落としてると、うん、コピー基盤だとね、デッドコピーって出るの。ああ、そういう、そういう、ナムコが対策を、ね、そう、対策で、そう、でこれゼビオスはね出る、助けてた、えー、でも中身はね一緒、
そのままコピーしてるんで。これ何年でしたっけ、ゼビウスは。ゼビウスは83年、だからちょうど30周年。今日で30周年。あ、今年で。今日でじゃなくて、もう、うん、え、なんで83年の、うん、春頃と思う、確か。僕15歳ですね。あ、もう覚えてないな。そのぐらいの年では覚えてないな。全部ゼビウスと思ってたか。思ってたでしょ。かもしれんな、ね。でもゼビウス。大体駄菓子屋にあったのはゼビウスと、ね、ちょっと待って。これ。これ。これか。これ。これなんでしょう。バトルス。バトルスってな、知らん。これもゼビウスのコピー。あ、そうなの。バトルスもあったんですよ。知らん。こっちの方が少ない。これ中身はこれ一緒。要するにゼビウスと一緒。一緒。でも、うん、そこのロゴだけはね、思いっきりこう書いてあるの。バトルス。で、しかもこれすごいのは、うん、デッドコピーが出ないわけよ。爆弾、右に寄って、落として、爆弾落としても、いつもの、普通のナムコのロゴかな。なるほど。普通に本物と一緒。それはなぜだ。そういうふうにね、ちゃんと対策してるのかな。作った人が、バトルス作った人。ナムコが流してるじゃないですか。これに、ここに社員が、うん、分かんないね。だってほら、謎だもん。だって謎ね。どうやってその流出、多分基板を、いやいや、基板取ってそのままロムあれしたんですか。まあロム抜いて、ね、コピーして、あ、うん、打ち直して、そうね、お、コピーガードとかなんとか、うん、ゴン太郎さんですね。ゴン太郎さん、お、そしてその他ないんですか、話。うん、なんかそこから話は膨らみは、膨らみはね、あんまりないよな。いや、バトルスはちょっと少なかったからね、レア基盤なの、多分。なるほど。これ少なくて。なるほど。これがゼビオスは結構見かけた。なるほど。最初のやつね、最初のやつ。最初のゼビオス。全然わかんないな。ゼビオスって言ってたもん。次は？で、次はね、うん、どれ？次はじゃあちょっと待って。ちっちゃいな、これ。ギャラガのやつ。分からん。これか。いや違うな、ちょっと待った、ちょっと、ももうこれ、これやろ。あ、それか。あ、これほら、うん、ギャラガといえばギャラグ。知らんかな。いや、ギャラグなんだ。駄菓子屋にあったのは、うん、だいたいギャラグが多い。ギャラグ、ギャラグ、ギャラガじゃない、ギャラグ。これ何を見分けたらいい。これはね、うん、ここギャラガじゃなくて、ちょっと分かんないですけど、ちっちゃく上の方に数字の2万点の下に、大きなロゴのタイトルってないんで。あ、なるほど。2万点の下に、その普通 本物はギャラガって書いてあるんだけど、これはLLって書いてる。ギャラッグ、 LLAG、 ギャラッグ、これが多かった。中身一緒。中身一緒。ナムコ流してるじゃん。で、インストカードもちゃんとギャラッグになってる。なるほど。あ、これか。これ、あ、これちょっとね、違う。あ、これがね、ちょっとね、またギャラガの別バージョンのコピー基板、うん、なんて思う、なんと、なんと思う、これ分かんないでしょ。これは分かんないと思うよ。知ってる人は知ってるけども。知らない、全然知らない。ネビュラス B。 知らない。 B っていうぐらいからちゃんと B8 で、ネビュラスってなんか分からんじゃないですか、うんうん、で、わざわざその当時もね、辞書でちゃんと調べたんよ、うん、そしたらね、うん、ネビュラスって星雲、星雲ってあるんですか、ほら。ああ、宇宙の星雲。それじゃない、そっちじゃない、宇宙のね、星のあの星雲。あ、星の雲ね。そう、それの8、ネビュラス B。 へえ、なかなかいいわ、これタイトル。で、中身は一緒なんですね。中身もちろん一緒。で、ネビュラス B はあんまりなかった。なんだこれ、ネビュラス B って。全然わからん。いや、なかなかよ、面白かったの、ネビュラス B って言って。で、先生、中身一緒なんですね。中身一緒で。いや、タイトルで楽しんでたんだから。なるほど。このインストカード見てね、二十歳ぐらいの時ね。いや、厨房だった、厨房、この頃、確か。そうね。そう、その頃、だからネビュラスって読み方分かんなかったもん、最初。まあちょっと写り悪いんでよく見えないけど。そう、ネビュラス B って書いてある。あとね、下の方のイラストの下の方はね、大体一緒なもんね、本物と。上の方はちゃんと作ってある。ネビュラス B、定番のボケですね。駄菓子屋めっちゃ難易度の高いギャラクシアン。その話しますんで。あ、もうちょっと、もう少しします。もうちょっと。それとね、まだあんの、まだあんの、まだ。もう一個あんの、ギャラガニは、うん。まだね。ちょっと待って。ちょっとこれ、ちょっとさ、
どうしようもない。いかんな、準備が。準備がってこれでしかないもん。ちょっと待って、ちょっとね、もう一個、絶対話さなきゃいけないのが。どれ？ちゃんと準備してたんで。順番は聞いてない。ギャラガといえば、うん、だからまとめてほしかったな。うわ、わかんない、いっぱいありすぎて。これは、これが今見てるやつで。ギャラガといえば、もう言います。ギャンダ。これか。ギャラグ。違う。これは違う。おいおい。もうちょっと、ネビラスピンに戻してちょっとやばいから。収集つかなくなるんで。あのね、ギャンダ。ギャンダ。ギャラ。シリーズがあるのよ、シリーズ。はいはい。ギャラが、ギャラグ、ギャンダ、ネビラスビー。へぇー。そう。で、ギャンダ面白かったな、タイトル的に。タイトル的に？受けたもんな、ギャンダ。へぇー。いや、みんな楽しんでたんだ、このインストカード見て。すげえっつって。そう、あの、そうそう、あの、ギャンダ変態とかね、いろいろ書いてあって。へぇー。面白かったもんな、そうそうそう。で、ネビラスビー、ネビラスビーがめったに見なくて、しかも。それ見たらラッキーみたいなね。うん。来たみたいな。思ってたわ。どっか遠征とかどっか行った時に初めて見つけて。で、読み方わかんなくて最初。なるほど。で、誰か聞いてネビュラスって読むんだとかなって、で辞書で調べて、でその話でゲームするよりそっちの方が面白かった。なるほど。それぐらいをしゃぶり尽くすようなそうそう。ゲームそうそう。その話だけでずっとなんか盛り上がってて。その次はな、次はほらさ、もうしょうがないな、うん、ギャラクシアン。ギャラクシアンシリーズあるの知らんでしょ。ギャラクシアン知らん、ギャラクシアン。パート2パート3パート、あ、でもなんかね、思い出してきた。なんか変なギャラクシアンした思い出が出てきました。今どんなんか覚えてない。どんなやったかな。そうこれ、まあいいや、ちょっとそれ一応これ出したよ。ちょっと変でしょ、なんか、あ、なんかほら、あ、もう時期がおかしい、ね、時期がおかしい、うん、これ多分ねギャラクシアンパート2か3か。これでも当然ナムコじゃなくて、ナムコじゃなくて、違う違う。でしかもね、あの、うん、ボスの下のやつの護衛ってあれが一列まとめて降りてくるとかね、うんうん、あね、覚えてるでしょ。なんかすごい変態組んできたような思い出あるわ。横一列そのまんま降りるってやつ。あ、しかもスピードが速かったり倍ぐらいの速さで横一列そのままこう降りるって。なるほど。しかもパート3かそこらは誘導弾、はいはいはい、撃った弾をちょっと微妙に動かせるとレバーで、ああ、ね、あれシリーズなんかあったそれ。あったでしょ。あったんよ。しかもパート2とかパート3とか書いてあって意外と面白かったりね。うん、意外と面白かった。これなんか弾曲がるっていうのはなんか思い出あるわ。ね、打ってである程度このレバー左右に動かすとこれヘビみたいにノロノロ動くような感じで、すげえすげえ。そう、それがパート2かパート3。これパート3じゃないの？ん？パート3は用意してないの？ね、ある、あったかな、あるかわかんないな。ここから切り替えてあるのちょっと見てないですね。ないか。それっぽいのはない。まあいいや、ちょっとまあ、まあ、あんのよ、横一列でそのまま降りるギャラクシアン、うん、割とあったよ、割と、いやいや、なんかうっすら思い出してきましたね。ね、ほら、あったって、ほら、うん、ね、あったんよ、これがまた。でもその時期とか覚えてないな、今のはな。変な形のやつと、うん、で、パート3とかね、パートインストカードにも書いてあって、なんかシリーズかなとかで騙されたもん。ナムコが出したと思って、ね、そうそうそう、騙されてた、ずっと。うん、そう、今思えばその中国笑われへんわけですね、今ね。そうそうそう、今までこそはね、笑ってられるけど、これね、もう今見たらね、みんなブロックスやっとったわけですね。やっとったやつはほとんどこんなんだから。そして、ね、次はね、そこにディグダグみたいなのがあるでしょ。これまあこれ有名な、そう、ディグダグといえばジグザグ。ディグダグじゃないから、ほとんど。なるほど。駄菓子屋にあったの。なるほど。みんなディグダグとか思ってたら大間違いで、大間違いで、ジグザグこれ、うん、ほとんどこれよ。あ、そう、うん、本物なんてないんだから実際。
した。ないないない。ないんだからって、それ言い過ぎやろ。いや、言い過ぎないって。本物があったのに、割と大きなほら、町の、ちょっと本当のゲームセンターみたいなところで、そういうところのナムコの純正品みたいな、それはディグダグだけども、これね、駄菓子屋のジグザグ。これパッて見てわからんね、でもね。なんかわからんでしょ。わからん。え、ディグダグかなとか。一瞬ね。ね。中身一緒、これ。中身全く一緒。ディグダグと。もうそのままコピーして、そこだけ変えてあるのね。タイトルだけ、ジグザグ。うまいね、しかし。変え方がまたうまいな。ジグザグにね。ジグザグっぽいもんね。なんかね。むしろこっちがなんかいいから、ね、ジグザグ、そうそう。で、ジグザグと、これは本当に、ジグザグはそのままコピーしてある基板だけれども、うん、その丸、そのままコピーじゃなくて、うんうん、ディグザグをパクって作ったしょぼいジグザグがあるのよ。それが、なぜかニュージグザグっていうの。そっちの方がニュー。それは、そう、あるある。あるある。ちょっと待った。ちょっと、ちっちゃくて、ここにサムネイルが映ってるんですけど、あんまりにもね、ちっちゃくて。いや、違う違う違う。あ、あったあった。これ、これ。それそれ。ほら。ジグザグだでしょ。もう見るからに、見るからにやばいでしょ。昔のね、パソコンの。ね。しょぼい感じですね。見るからにやばいでしょ。やばいでしょ。ジグザグ。しかもこれ、インストカードには、ちゃんとね、ニュージグザグって書いてあるよ。ニューがつく。しかも動きがしょぼくて、本当のパソコンの動きみたいな感じ。カクカクで。カク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 。なんじゃこりゃとか思ったもんね、最初。あ、ツルハシを。あ、そうそうそう。あったんじゃないかな。これ、ツルハシ取ると、動きが速くなるの。本当。本当と。そういうパワーアップアイテムがあって、ツルハシ取って動きが速くなって。ツルハシ取ったら速くなる。うん、速くなる。だから、ピンチの時にツルハシ取ると。取るじゃない、離すの。いや、そこにあるのはアイテムがある。ベジターゲットみたいな、ベジタブルターゲット風じゃないけども、そこを取ると、一定時間、数秒、止まるの、数秒速くなる。あ、速くなるのね。逃げろって言って。ちょっとしたいな、それ。ちょっとしたいでしょ。したい。ね。うん、このしょぼさがまた、ちょっと味があるね。なるほど、ね。今考えてみたら。チープさ。このチープさがたまらんってやつ。なるほど。チープさがたまらんやったな、これ。これがまた来たのに、例のお好み焼き屋に来たのよ。あ、急に。あ、なんだこれだと思ってみんな来たみたいな、来た、そうそう来たっち、あの人ジグザグって、ジグザグかよ、ったわけだね、ジグザグなんでこれ入れたんってみんなで言うと思う、騙されてるわけですね。オバハンも騙されてるかもしれない騙されてるの、ね、もちろん、ね、まあ、これナムコの新しいやつやでとか言うて、そこね、ちゃんとね、ナムコのね純正品持ってくるナムコの人も来てた、それとこういうコピー持ってくるおっさんがおって、おっさん持ってきて、なんかライト版に積んで、いつもその会社の名前もう覚えてないけどな、それがちょっと謎でね、一体どういう会社なのかってね、みんなで話してたもんね。また今知りたい。そんなこと話しながらゲームなんかしてなかったもんな。いや、意外とね、そっちの方にやっぱ興味を持ってたもん、その頃から。変わった少年ですね。ん、いや、かなり持ってたよ。なんか怪しいっていうのかな、うん、本物と偽物があるのに気がついてから。今で83年、ね、これまた。お、80、いや、82年。ディグダグが出て、そんな間もなく出たもんな、これ。中2や、俺、中2病の時やんか。中2病の時か。中2ぐらいだったらまだあんまりそこまで、ね。そんな思いもせんやったな、うん。まあ、思わんかから。ただの違うゲームかなぐらいで。うん、ね。ニュージグダグ。ちょっと動くところを見せてあげたいけども、ちょっとまた今度って。探しとってください。多分あると思う、多分あると思う。次はね、やっぱりナムコの名シリーズとして名作ではパックマンじゃないですか、うんうん、パックマンね、パックマンもね、違うんですよ。違うんですか。パックマン本物なんてね、やってないんですよ、みんな。はい、どれですかね。みんなが、皆さんやったのね、まずちょっとこっち、これこれですよ。ちょっと分かりにくいな、これはね、うん、どっちかな、これこれこれ、あ、こっちか、こっちか、うん、これね、スキャンダル暗くなるやつか。ちゃう、あ、これハングリーマンの方か。ハングリーマンでな、うん、ハングリーマン暗くなるやつ。暗くなるやつやろ。あ、暗くなるやつ。メールがなくなるやつ。そうそうそう、あったあった。これこれ覚えてるわ。これ覚えてるでしょ。ハングリーマンが、うん、ハングリーマン結構見かけたもんね。上に抜けるやつとかなかったですか。あるある、ね、
あの面数によって上がワープになったりとか、うん、するするする。でこれね、ちょっと赤兵衛がいるあたり、その辺がねちょっと空間が空いててぐるぐるなんか回れたりする。空間がちょっと広い。これ面白かったですよね。これは意外とね、おちょっとニューパックなんていうの、あのね今書いてる人いるけども、はいはいはい、それまた話します。今度次がニューパックなんですんで、はい。まずちょっとハングリーマン。ハングリーマン。まあ一応定番だったということで、うんうん、ねコピー基盤。これ絶対ナムコと思ってたじゃないですか当時。いや普通にね。普通に。いやもうそんなこと考えもおらんやったらやっぱ。考えもおらん。もう全然違うんですよ。これ全然違うと思ってた。へえ。全く違う。関係ない会社が勝手に。勝手にね。でまあちょっとまあニューパックが出たから。うんし、うん。ニューパックもどこなの？ニューパックワン。ワン。ワンじゃなくてワン。ちょっとどれ？これか。え？違う？こっち？でも変わりましたよ。こっちは？ほらこれ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 。ね、え？あこれこれこれ。これニューパックワン。これはニューパックワン。うん。何が違うの？迷路の形がまず違うでしょ？ああそうね。で一番下の下の迷路の一番下の方に突起みたいなのがあって、うん、ここを動かすの難しいの。ちょっとあここここっとそう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 。ここ通過するの難しいの。引っかかってね。そう引っかかる引っかかる。まっすぐ抜けられないから。そう。で迷路が上中下っていうかね上に3箇所ある、うんうん、で複雑になってて、うんうん、でオリジナルのパックマンよりもあの迷路が複雑な分あの、ね、パターン使わなくても割と進めるってやつ。複雑だからあの逃げやすいの。ああなるほどね。で迷路が3箇所あるから割とパターン使わなくても粘って遊べるという。そう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 。あそうそう真ん中の突起こうそこに引っかかんないよみんな最初。あここがなかなかできなくてここでね追いつかれてやられるわけね。ことが多かった。これももちろんパターンできたわ。へえ。パターン作ってたからちゃんと割とこれ楽しめた。しかもニューパックマンと思ってたらニューパックワンだから。割とあったこれも。へえ。割となんかあれですね、安い AV のタイトルみたいですね、なんかね。ああそういうノリでね。そういうノリ。ああやっぱりほらみんなやってんだほら、あの出っ張りが凶悪すごいね。あの出っ張りあったのか全国どこでも。パワーエサーっていう質問が来てますけ どパワーエサーあるある。普通に普通にある。消えてるだけ。今使っちゃったってことこれ。あ今のほら点滅して点滅してるんで、そうそう消えた時にね、消えた時の撮影になっちゃってるのか。そうちゃんとあるある。あの空間のところら辺に4つあるわけですね。あるある。今普通にあるところにあんのよ。ちゃんとある4箇所。そうかそうか、そこ気がつかなかったな。そしてあともう一個ね、ニューパックワン。これニューそれか、ちょっとそれこれだ。あこれニューパックワン。あ違う違う違う、今まだ映ってないかな。いやいや、あいやこれは大丈夫か。大丈夫です。こっち映ってたら大丈夫。あそういうことね、うん、でこれね、うん、スキャンダルマン。ハートハート当たり。迷路が複雑になっててまた複雑ですよこれ。そうでしょ、うん、これがよりまた複雑になってて、これはねあんまり細かすぎてちょっと逆にダメだったかもな確か。あまりにも細かすぎて。しかも瞑想しとんねみんな。しかもこれねあのなコーヒーブレイクの時かな、あ終わった時かな、うん、あの数字合わせみたいなのがあって、うん、そんでねあの占いができたの。占いなんとか運とかね、金運な恋愛運とか、インストカードに書いてあってあなたのこれが出たら今日の運勢みたいな。今日のそう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 。あ来た来た裏返った裏返った昨日。知ってんなみんな。みんな知ってますね。 SOW さんもなんかをしてらっしゃいますね。すげえな。そうこれ裏返った機能っていうのがあってもうバカバカしいけども、あれと一緒でしょ、喫茶店にあったの丸いやつ。まああれのノリね、いわゆる。そう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 、喫茶店ノリですね、あれのノリ、うん、あやっぱテーブル筐体やろうから、テーブル、そうそうそう、テーブル筐体あれに対抗しただけかな。あれでも丸いのたまにありますもんね。いや知らんの。今でもあります。あります。見たことないから。あるあるある。すごいね、そ見てみたら、うん、あるあるある、ね、
あとね、ちょっと前、もう一つあるの、パクマン。パクマン。これは。なんか変なやつでしょ、さっきちょっと映った。映ったこれでしょ、えこれでしょ、いや、違う。これまたちょっと話すね。消し。やばい。違う。やばい。やばかないけども。ね。これ違う。これ違う。この下のまだスクロールさせて。いや、もうないもん、そこ。え この列しかないよ。ここまでしかない。そこしまでしかない。うん。どこにあるの？ここ1列とここまでよ。そこまで。あとここ。これじゃないと？これ。あ、それか。違う。それ違う。これが打ち合わせしてないあれですな。困ったな。これは出した？これ出した？あ、これ出した。これハングリー、これハン、いやこれハングリーマン。うん。これも出した。これ出した。これもだ、これじゃない？それか。これも出した。これ出したよ。うん、え？もうないや。いやあったよ。絶対あったよ。で、あれ？こんなが入れてないね。そしたら。いや入れたちょっとな。え？もういいや。もう言おう。うん。ポパイマン。へえ。パックマンがポパイになるやつ。へえ。あそれ。へえ。セックス音もありました。あったわ、なんか。こう、そう。セックス音ってすごいな。思いっきり買っちゃった。セックス音で思いっきり買っちゃったわ、それが。確か。思い出したら今。中学の留学の、ま。そう。それ、厨房の時にさ、そういうの書いてあったから。ポパイマンなんで。で、ポパイマンっていうのもあって、うん、それね、パックマンが、ポパイの顔になってるの。あ、ポパイの顔がドットを食べてる。そう、パックマンもだけ、ポパイマン、それ。ポパイマンあんまりなかったわ。あ、それなかった。まあいいや。うん、いや、用意してたけども、ちょっと山田先生忘れて。いや、入ってなかった。準備してませんでしたけど。入ってない。いや、してました。まあいいや。うん、そう、ポパイマン、うん。で、パックマンシリーズがいっぱいあったのだから。へー。シリーズって言っていいのかな、これは。はい。ね。はい。だから結構楽しめたの。オリジナルよりも、むしろ。はい。ね。はい。むしろこっちの方で楽しんでたわけよ。なるほどね。オリジナルはよりも、うん、こっちは8割、オリジナル2割とかね。面白かった、そう。で、今ちょっとチェックしてますんで、準備した画像の中にポパイマンがあったかどうかを、今チェックしてるとこなんですけど、どれ？あまりにもごちゃごちゃしすぎてて見つけられません。どれ？それ！これ？左下。これ？それ。これ？うん、それポパイじゃない、ちょっと出てきません。これじゃないよ、うん、違う、スキャンダルマンないよ。まあいいわ、もうなくてもいい、うん、ないもうなくてもいい、うん、で、まあそれがあったと。ナムコは多いんですよ、偽物が、うん、ね。で、さらに続けてナムコの名作といえばギャラガ言ったか。あ、ギャラガのもう一つ言わなきゃいけないのがあった。これ、ちょっとこれ出してみますか。これだけはちょっと見たことないな。これ。これもギャラガのパクリという、ガッツビーガッツビーかな、ギャッツビーみたいなやつね。何だっけ、なんかあったでしょ、そういうの。あったね。ね。これはね、見たことないよ。へぇー。遊んだことがない。いや、目撃してない。へ、これはちょっとネット上で見つけて、これがありましたってことで。へ、ガッツビーかなんか。内田とか書いてますよ。内田、怪しい。綺麗ね。内田ってもう友達の名前やんか。それような思いっきりそこに書くと。これは見たことある人がいんのかなと。わあ、どうでしょう。いや、これはないわ。さすがに。ガッツビー。うん。増田優作しか思い出さないんですね。増田優作か。ギャッツビー、だっけ、あの髪の毛の。そう、分かった。あのな、整髪料。整髪料の宣伝の。うん。ギャッツビーやったっけ、何やったっけ。それをパクってね、うん、しかもその B が8の B とか、またかけて。かけとるわけね。ね、で、ギャーでしょ、うん、ギャラガのギャ。うまいな、これ。いや、うまくないよ。うまくないかな、これ。ギャッツビー。そう。あのね、コンパネがレバーじゃなくて方向ボタンだった。あ、それは今、パックマンのやつかな。ゴンタロウさんのコンパネが
なんかそういうのそう言われてみればあったような気がしたな。ちょっとまあはっきり覚えてない。でもこれが本当にちょっとあったのかどうかっていうのもね、あったでしょ、うん、あったけど見たことあんのかなみたいなね。今までこう無反応です、ね、超レアだと思う。だってかなりいろんなところのほら行ってやっぱこれ 見かけなかったから、はいはい、ね、あったらラッキーで、これに遭遇できなかった。これはなるほど。でちょっとまあ、あパックマン、ああパックマン あのボタン操作型、ボタン操作型ね、うん、4つボタン、4つボタンがあってってことかな、うん、そうか、あのコピー基盤のなんか筐体にあったのかなそれは。うーん、ちょっとそこまで覚えてないな。うーん、でということで、ちょっと結構時間経った、時間経ってるけどいいよ。あとこれとあとねコプーヤンみたいなのと、うん、まあいいわ、まあ名作、ユニバーサルの名作といえばミスター・ドゥ、はい、ミスター・ドゥといえばミスター・ロー、ミスター・ロー結構あったんだ。あったよって言われてもあったあった、いや覚えてないな。ミスター・ロー、これはねガッツリほら見たことないって言ったからね。うーん、ミスター・ローはミスター・ロー、ミスター・ロー、はい、中身は、一緒だったろ。キャラクターも、キャラクターも、全く一緒で、ここだけだったと思う。ミスターロー。ミスタードゥ。ミスタードゥよりもこっちが。それと、ミスタードゥって、ドゥって DO じゃないですか。うんうんうん、DU って書く、ドゥ。ドゥ。おくれじゃないですか、ミスター。ドゥ。ドゥ。村上庄司か。ドゥか、あれは。ミスターって DU の方ね、 あれも多かった、あれも多かったわ。ローとデューってほとんどねその2つで9割ぐらい示してたもん多分。うーん、実は本当のなんかミスタードゥと思ってたら、ミスタードゥと思ってたらミスターローとかミスターデューをしてたのと。へー、特にミスターデューってね気がつかないもん普通は普通はっていうかしばらくね。まあね、わかんないよね。わかんない。中身一緒だけども。うん、それと、あとね、こんなんでね、次はどんな変なもんが出るかってね、楽しみになってきたもんね。どんな偽物がどこにあるのかって、だんだん、こんなのが分かってきたら。なるほど。で、次はちょっと、まあ、コナミ。コナミもありますと、結構。はいはい、これ。プーヤン。プーヤンに対抗して、プータン。うんこれはまたよくわかんないですよ。ほとんどね、パッと目一緒だから、プーヤン。これを見た目一緒ですね。一緒でしょ。あそこのロゴ。カルフォーカ。Y を T、Y を T に変えたら、プータンになる。うまいな、これ、ね。別にプータンの方がいいかなって気がしてくでしょ。うん、そう ね。名前的には。プーヤンよりなんか偽物のプータン。ピータンみたいですね。ピータンにも似てるな。ピータンに似てたっけ。あの、卵。ああ、そっか。卵。あれは何だっけ、あの、ロンパールーム。カータン。カータン、カータンってね、あの、お母さんと一緒に出てくる、あの、カッパみたいなやつ。カッパみたいなやつ。あれ、カータンか。カータンで出てきたな。うん、お母さんと一緒の。あ、お母さんと一緒やったっけ、ロンパールームじゃなかったっけ。ロンパールームじゃなかったと思う。ロンパールームなんか、あ、ケロヨン。ちょっと忘れたな。なんちゃった。まあいいや。プーヤンが、そう、プーヤンに対抗してプータン。プータン。これが気がつかなかったもんな、しばらくは。なるほど。ほんと、わかんなかったよ。よく見たら何、プータンって書いてあるな、とかね。でも面白かった、これ。コナミも結構あって、はい、もう一つ、ちょっと、これか。これ知ってますか、これは。これなんか見たことあるよ。これ見たことある。するわ。え、何ですか？あの、阿弥陀のやつ。うん、なんか阿弥陀のゲーム、なんか。阿弥陀のやつ。なんか見たことあるな、と思って、これ。でタイトルもそのまま阿弥陀、その阿弥陀の元々のゲーム名は何なんですか。阿弥陀、阿弥陀でしょ。阿弥陀のパクリですね、これが。うん、パクリってまあ一緒で、うん、タイトルがアミーゴ、うん、で最初これね、最初にアミーゴから遭遇したから、うん、ずーっとアミーゴだと思ってたの。あ、先にこっちをしてしまったわけね。でしかもほら、阿弥陀でアミーゴだからいい名前つけてやんなとか
そう、最初からね、うん、アミーゴ、文字取るわけやなと、文字って、そうで、アミーゴって上手やなと思ってたわけね、思ってた、スペイン語のあのアミーゴって言うからな、ああいいなと思って、うまいなと。でゲームもなかなか面白いよこれ。なるほど、アミダをゲームにするとね、まあ面を取っていって、あの囲むやつでしょ、塗りつぶすやつ、うん、なんかそれは覚えてますね、うんうん、割と面白かったこれ、うんうん、である日ね、なんかあのアミダっていうのがやっぱり出会って、うんうん、偽物見つけたと思ったら、うん、こっちが本物かよとかね、ショック受けたもんあれで、そのまんまかよとかあんたそのまんまがタイトルって思ってたら、そっちがコナミの本物 で、はいはい、でアミーゴが偽物かよと、ね、でこれはちょっとあのコピー基盤の名称の方が本物よりも良かったというパターンね、パターン、はい、良かったでしょ絶対こっちが。2のもあるよ、コナミも結構ね、ほとんどのゲームにあったと思うよ。コピー基盤ほとんどあった。人気あるゲームは全部やられたってことですね。もう全てあると言ってもいい。しかも何種類もね、あったはず、うんうん。これ以外もなんか 見たような気がする。アミーゴ以外もなんか見たような気がするもんな。ちょっと思い出せんけども。別のもあるやんとかね。へぇ。そう。あと、もうそれで終わったかな一通り。なんか丸いのなんかあった。これ。これ。それこれ。あ、これはペンゴといえばペンタ。ペンゴやってないんですよみんな、うん、ペンタやってたんですよ、ペンタペンタ、いやいやいや、ペンゴと思ってたじゃないですか、ペンゴやってたと思うけどな、さすがそう思ってたら思うじゃないですか、違うんです、ペンタ、でも明らかに違うでしょこれキャラ、色が違うもん、いやこれね一緒、あそうなの、一緒で下のロゴほらよく見るとかぶせてあるペンタっての、ああなるほどね、なんか取ってつけたようなロゴでペンタって言ってね、で大体ね駄菓子屋になったらペンタが多かったから、でインストカードもほとんどほとんどなんかあのオリジナルと一緒で、なるほど、でペンタって書いてあるだけだ、ちょっと変えてペンタって言って、だからねあのペンゴやってたと思ってたら絶対ペンタやってたから、ペンタやってた、やってたやってた、ペンゴ結構やっとったけどな、うん、それペンタペンタペンゴと思う、そうですか、うん、ペンゴやろうと言いっす、ペンタやらされてたの知らない知らない間にそうあ、あのね時期ペントって書いてあるし、あそう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 、よし詳しいわこの人すごいですね、 SOW すごい、さすがさすがみんな、ギャラクシアンって、白黒のギャラクシアンってスペーシアン、白黒のギャラクシアン知らんな、それは知らん、おそ知らんな、白黒インベーダーもいっぱいあったんでしょ、それ、ね、白黒とか、あもちろんもちろんもちろん、ね、もそこから始まったから、なんか変な形のエイリアンとかね、そうそう、スペースフィーバーとかスペースインス、俺やっぱ一番覚えてるのはやっぱドンキーですよ、あクレイジーコングね、うん、うん、もうあれが一番騙されとったですね、あれ新しいの出たと思ってたもんシリーズで出たとかですよ、うん、わあ思うよなやっぱり、 25m でもう何回も言いましたけどワープできなくて、うん、何回もワープして何回も死んで頭きて、うん、おばはんに文句言った覚えながら、これできない、これおかしいでってでもそれ自体バグだからあんま文句言えなきゃなあれも僕バグだから、おうちの近所にもありましたペンゴの本物かどうかは知らず、それねペンタですよまあでもまあまあ今思うとそういうふうにいっぱいあったってことですね、あったっつうかね、かなりほとんどの場合ね、このコピー基盤を知らないうちにやってたはず、もう無意識のうちに、もうそれはもうね、思い出がもううっすらやから、もう、ね、もう覚えてないですよね、そういうの意識してないとちょっとね、よっぽどね、よっぽどね、うん、パックマンもようわからんみたいなね、そうね、ほらうちらほらそれ探してたから、わざわざなんか変なのを探しに行くね、 あえてねそうそう、なんかメモしてたもんな見つけたのは、また来た、白黒のルパン三世とか真っ赤なバラの音楽がないやつ、白黒のルパン三世、ルパンって白黒じゃなかったっけ、いやあれカラーだった、あカラーですか、うん、カラーしか見たことないわ、へえ、それはちょっとわからんな、もう超レアな、レアなコピー基盤かわからない、や田舎でこっちに来てなかったんじゃないみんな、うーん、ローカルレアコピー基盤、ローカル、そうそうそう、ローカル、そう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 、うん、いや分かんないわ、あったのか分かんない、あった、いやあったんでしょうね、
だってちっちゃいところは作るからね多分ね、うんうん、そういう作ったメーカー、まあ、数も出回らないのもあるやろうし、うん、すごいなそういう情報があるのか、いいですね、これは貴重な情報証言でちゃんとそれもブログで、うん、これはちょっとそうこのまとめとってくださいよこれはまた課題が出てきた基盤を集めなくちゃいけないなその前にコピー基盤コピー基盤だけコピー基盤コピー基盤コピー基盤どこにある知らん売ってるんかどうかも知らんけど、うん、難しいよいやまあ情熱さえあれば、あればなんとかなるなるでしょう、うんうん、こういう証言ちょっと聞いたから、はい、気合い入ってきたですねちょっとそうでこれで とりあえずちょっと今日のコピー基盤第1弾の分は終わりですねとりあえずちょっとあ、うん、一応終わりね、うん、もうこれでまあ一応第1弾ってこともう40分やってるもん40分やってんだこれを長いちょまれてるあそういやまだこれ第1弾なんでわかりましたまだまだちょっといいですか一旦ここで休憩入れて、はい、これちょっとあまりにも長すぎましたんで、うんはい、でちょっと休憩入れます。で今日俺ちょっとこの間作って皇太子が作ってくれたのもあったんですけど、うん、ちょっと俺が作ったやつ入れます。おおいいっすよ。どI'm not afraid to die.
ありがとうございました。はい、復帰しました、はい、すいません、ちょっと水じゃんじゃん飲んでおしっこして石を出さないといけないんで、石をねあれが必死やん、必死。そうか、うんうん、分かりました。まあそういうことで、なんかさっきの映像がなかなか、そうですね、なんか良かったもん、評判いいですね。80年代のやっぱ80年代いいっすね、マイコンブームとかね、マイコンのね、あのショップの絵とか、ショップとかあれ良かったわ。時計とかも懐かしいな、あのデジタル時計って流行ってたじゃないですか。デジタル、あ、流行った流行った、ね、計算機がついてたりとか、そうそう、ね、でデパートに行っていや百貨店か、百貨店みたいなとこ行って、なんかほらパソコン置いてあって、うん、なんか勝手にこう触ったりとかして、あのそうゲームちょっとさして、ね、マイコンコーナーとかで、そこで、ね、そこで打ち込んでたもんね。ああ、ね、なんか懐かしいですね。厨房とかマニアがですね、まあ、なかなか評判良かったんでまた探してきますよ、うん、はい、で次後半というかもうかなり押しててもいいんですけども、まずちょっと僕、うん、まあ、交代者のコピー基盤、うん、で僕の一本で毎回させてもらってるんですけど、僕の場合ちょっと緩い感じの、あ、雑食ゲーマーの、あ、違う違う、それじゃなくて、じゃなくてちょっとやっぱアーケード一本出しておきたいなと、うん、でいいですか、出して、どうぞどうぞ、ドーン、ウルトラマン。ウルトラマン知りません？ウルトラマンのあの、あ、これ格ゲーだっけ？格ゲーの、これ格ゲーってか、はい、もうめっちゃ好きで遊びませんでした。いや、さすがにちょっとね、まああったの知ったけど、さすがこの頃そんなにね、遊んでなかったよ。そこまでしてなかったもん。1991年だから、うん、だから僕が21ぐらいなんですね、大学生ぐらいの時に。必ずあのね、多分スト2かなんか、僕が行ってるゲーセンの横ら辺に置いてあって、スト2が全盛期ぐらい、うん、と暇な時に出てきて、そう、ちょうど出てきた横で遊んでたって、まあ、それより何より俺何が言いたかったかっつうと、うん、ウルトラマンが好きなんですよ。あ、そう、ウルトラマンがめちゃめちゃ好きなんですよこれ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 、これね、か覚えはあるわ、これ確かに。これがまたね、ウルトラマンらしく戦えないんですよ。あ、そう、これがですね、もうね、3分でまあカラータイマーになるとかね、3分でなるし、3分以内に倒さなくちゃいけないのと、うん、最後はスペシウム光線で倒さなくちゃいけない。あ、フィニッシュね、なんかそうですよ、これね、うん、パターンもこれ今一生懸命してるけど、投げがポイントで、これ投げたら投げた方が投げやすいんですよ。投げはめみたいな、うん、まあ投げでどんどんこう削っていくっていうパターンがやっぱあって、あと、うん、ジャンプ攻撃みたいなのもあって、あ、ジャンプして急降下ジャンプみたいなやつですね。あ、なんか壁みたいなですね、うんうん、ってよくある。だからもうウルトラマンらしい戦いできないんですよ。うわ、セコっつうかなんかただそのさっき言った通りウルトラマンが好きなんでやってたんですね、これを。で怪獣がほらちゃんとね、こうなんていうかな、物語の順番通りにこう出てきて、あ、そう、一応流れがあるんですよ、ちゃんと。で途中であのちゃんとバルタン星人も出てくるんですけど、これがまた最強ですね、最強やっぱり、とりあえず最強、いや最強しか、これ3面目かそのぐらい出てきたと思うんですけど、お、ほんとだ、ということでね、なかなか面白かったんだね、これが。でちょっとせっかくなんで、あ、シューティングの方と対戦の方とあるのか、あ、対戦というか格ゲーの方ですね、うん、ちょっとですね、今日もわざわざ持ってきたんですよ、僕のコレクション、ゲームスト、ゲームスト貴重だもんな。ゲームストのこれが59号、1991年7月号にですね、うん、ちゃんと、あ、そ、ちょうど出た頃にあるか、解説が。そうなんです、そうなんですよ、ちゃんとウルトラマンの、君もウルトラマンになろうって言ったから、ウルトラマンのちゃんとこうね、攻略があるんだけど全部絵なんですよこれってこの投げて投げまくれと、蹴って蹴りまくる、いいですね、ゲームスト、投げて蹴るそう、それを攻略、このキックが一番効くんですよ、これジャンプキックね、ジャンプキックみたいなやつ、ちょっと卑怯な、あの、ちょっと卑怯なんですよ、自分にリスクがあんまりないやつでしょ、そう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 どうせ、そう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 、ね、離れたところから、そう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 、ちょこちょこ削っていくってやつね、やっぱほら、さっきの話戻りますけど、やっぱほらウルトラマン、ね、かっこいいっしょ、でも
好きやったでしょ。好きは好きよ。好きでしょ。ウルトラマンの何が僕好きかっていうと、あのちょっと話いいですか。僕の中で三大すごいデザインがあるんですけど、ウルトラマンのデザインすごくないですか。要するにあんな形でですよ、すっごいシンプルでしょ。それにあの、ね、シルバーと赤のコントラストの凄さと、冷静に考えてあれがヒーローになるような感じじゃないじゃないですか。今考えてみたら、冷静に考えるとそうなのかな、あれは変じゃないですか。かなり冷静に考えると、あれなんでヒーローになったのかっていうのが僕の中でかなり謎っていうか大げさかもしれんけど、ちょっと一歩間違うともうちょっともうなんかおかしなキャラってやばいでしょ。あれでもし角とか多分いらないものがついてたら多分もう成り立ってないと思うんですね。あれつまり神デザインって言いたい。神デザインっていうことも言いたい。神デザインあれは。そう。ああ、そういうの。ウルトラマンは神デザインなんですよ。あれが変だったらみんなのヒーローにはならない。なってなかっただろうという意味で、小学校の時絶対みんな好きやったでしょ。そう好きやった。やっぱかっこいいイメージしかないもんね。ないでしょ。どうでしょう。で今のウルトラマンもね、いろいろあるけど、やっぱ初代の、あのウルトラマンなんですよ。さっきの。さっきのね。大好きなんですよ、ウルトラマン。そうか。そう。そんな思ったことなかったな。ね、それで怪獣と対比したとき、怪獣って結構ゴテゴテしてるじゃないですか、大体、ね、だからまた怪獣も好きなんですけども、あと3つのうちの2つ言っていいですか。神デザインをついでに一応ちょっとなんかライターさんどなたですかっていうのは、あーゲーメストのライターさんのことちょっとカルタインって書いてます。カルタイン、はい、しかも代弁通訳権、ちょっと写しましょうか、せっかくなんで、ちょっとウルトラマンのデザインであそこ語ってる場合じゃなかったですね、カルタイン、イラスト通訳権攻略になってる、イラスト代弁塩原さん、代弁っていうのがよくわかんないなこれね、なんでしょうね。まあいいや、紙デザインはまあいいや、ま、もう紙デザイン前も言いました。ほら、あと僕の紙デザインは、あとはダース・ベイダー。あ、ダース・ベイダー。ダース・ベイダー。もうダース・ベイダーのデザインすごいでしょ。すごいな。すごいあれもすごいでしょ。あれも一歩間違えれば、超変なデザインですよ、あれも。そうかな。絶対もうなんかイランもつけたり、なんか赤とか入ったり、例えばでしょ。あれ黒じゃないですか。でもなんか頭もちょっと怪しいじゃないですか、あれ。冷静に考えると。なんか変なパチモンみたいなキャラになるってことか。そう、あれがもうちょっと長かったり、短かったり、かなり怪しい。でもあれで止めてる凄さ、だから下手したらフラッシュゴードになってるわけですよ。おお、フラッシュゴードしてますよ。フラッシュゴードしてるわ。あれもうアホみたいな、あれはほらスターウォーズならなかったじゃないですか。あれはならんね。なんでかったらちょっと面白いじゃないですか。ちょっともう飛んでる姿とか、ちょっとファンタジーすぎて、すぎてちょっと面白すぎたでしょ、だからダメなんですよ。おもう一つ言っていいですか。もうついでだからもういいですか。いい、今日たまたま放送したんですね、別の番組で。あ、そうですか。ゴジラの話したんですけど、ゴジラなんですよ。ゴジラ、ゴジラのデザインすごいでしょ。あのね、違う、僕言ってるゴジラはあれですよ、初代ですよ。初代の、昭和29年かな、あれ7年か8年か忘れましたけど、あの耳付きゴジラですよ。あれが、あれが神デザイン、もうっていうか、まあゴジラ自体が神デザインで、何がすごいかっていうと、あの俺の中であの尾びれ、尾びれがすごいの。あれ尾びれすごくないですか、あれ。あれがなかったら、あれがただのトカゲ。あ、そうかな、あの尾びれでしょ、どう考えても。あれがあることによって、あれがあのゴジラの凄さっていうかな、お出てるんじゃないかなと。俺は勝手に思ってるだけなんですけど。いやー、そうそうなのかもしれない。そういう見方してしたことなかったな。神デザインで、今日その話をたまたまどうでもいい話で、あのゴジラを見たくて、当時ほら、中学校ぐらい小学校ぐらいに見に行ったじゃないですか、東映、あの祭り、東映漫画祭りの中の人、モスラ対ゴジラとか大行進じゃなんじゃとか、あれほらちょっともうチャラけてるじゃないですか、あの頃になるとね。もうチャラけてるでしょ、もう半分以上チャラけてた。でなんかで本読んで、初代ゴジラすげえって話になってて、で見たかったけど当時レンタルビデオなかったし、見れないじゃないですか、でさっきも何回も言ったけど、あのほら例の近所に海洋堂があって、あ、そうか、海洋堂の近くにね、海洋堂でですね、ビデオを持ち込めば、ダビングしてくれるんですよ。
それから1500円か2000円やったんですよ。絶対これ嘘じゃない、マジでマジですよこれ。まあ当時はあんまり気にしてなかったからね、うん、ダビングすることに。わざわざ持って行って1500円払って、うん、当時中学校で1500円なんかめっちゃでかい。高えわもう。でそれをもうみんなでワクワクしながら見た思い出が初代ゴールド。だから好きなんですね。なるほど、海洋堂の人だから持ってんだそれを。そう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 、さすがにね、あの人たちは。スターウォーズもそれでコピーしてもらったりとか。おお。でも英語版やったんですけど、でも、ね、字幕なしで。でも14,800円とか17,800円とかしてたもん。カセットがでしょ。カセットが最初、うん、スターウォーズ出た頃、一番最初。そう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 。絶対買えないと思ってたもん、ね。でしょ、うん。だから買えないから1500円なら安いと。しかも英語版で。英語版で。全然意味わかんなくてみたいな。スターウォーズも意味わからなくてもね、楽しめるもん、ね。面白かったですもんね。まあすいません、全然話違うと思うんですけど。紙デザイン。なんかあるでしょ、でも紙デザイン。紙デザイン、うん、皇太子の。さよならジュピターでしょ。あ、さよならジュピターか。あれ、紙映画だからな、ちょっと。いや、あれ、別の意味で紙映画よ。あんな小松左京とかさ、SF 界の。もうね、めっちゃ好きなんですよ、さよならジュピター。さよならジュピター。そうなんですよ、まあ、邪魔くさいぐらい好きなんですよ。いや、あれね、見に行ってもめっちゃ説明聞いてみんな呆れとったもんね。いや、みんなあれね、もうかなり見たから。あれあれちょっと2枚組で、あの、うん、枚 DVD でしょ。 DVD2 枚組のもう1枚からいろいろドキュメントが入ってて、うん、なんかあったら見たくなるの、ドキュメントね。これ長くなるでしょ、もう話したら。ちょっともう長くなっちゃう。ちょっと別の意味で別の時に、うん、あのさよならジュピター編しますから。さよならジュピターもっと広めたいな。ね、うん、うん、それでいきましょう。はい、しょうがない。ちょっと長すぎて、ウルトラマンからちょっと長くなってましたけど、うん、結局、ウルトラマンはすごいということでした。小松左京亡くなったし、はいはい、ね、え、去年でしたっけね。去年ね、シンプルですね。惑星大戦争とかなんかあったでしょ。まあ一回この話も長くなるけどやめよう。あれ妖精、ゴモラじゃなくて、じゃなくて浅野ゆう子が出たやつで、とんでもない、とんでもない SF があるんですよ。あのスターウォーズパクったやつ。そう、いや、あれスターウォーズのあるよっていう情報があって、うん、先に作ったらしいんですよ、慌てて。それを惑星大戦争。あれ、パクったあれじゃなくて、宇宙からのメッセージじゃなくて。ああ、それじゃなくて、じゃなくて、もう一回あるよ。惑星大戦争だったかな。それ、日本で公開する前に先に作れって、先に作れって慌てて作って、もうとんでも映画があるんですよ、もう一つ。お、大好きなんですよ、それ。ビデオ持ってますよ、ビデオ持ってる、俺。LD も持ってるかな。え、あ、ゴラス書いてある。妖精ゴラス、そう。まあいいや、この話も長くなる。ちょっと長くなる。いかん。映画の話はやばい。はい。そう、ゴラスゴラス。しかも、ペンゴのなんかアイコンだ。はい、ということで、長くなるんでやめといて、うん、もう一本いいですか、僕のコーナー、うん、雑食ゲーマー、あの、あ、帯出さないからだよね。今度は出します。今度は山田店長の雑食ゲーマーの雑食ゲーマーで、ちょっとまた面白いゲーム見つけましたので、また見つけ、これ絶対交代し、おーって、おお、絶対います。これいきますよ。 Xbox360 のダウンロード版で、うん、来た、インディーズゲーム、来た、インディーズゲームを落としてきました。また来た、ドーン、間違えました。ドーン、これでした。これ何、これ、アーケードクラフト、あ、幻の水、もうちょっとな、まあ、長くなる、あれもな、これがですね、うん、アメリカの80年代から多分2000年ぐらいまでのゲーセンを経営するってゲームなんですよ。え、ゲーセンを経営するんですよ。で、僕が多分ゲームのオーナーで、うん、今ゲーセン、これゲーセンなんですよ。あ、本当だ、アーケードだと。僕がまず名前つけてるんですね、これ。山田にしたんですよ。山田アーケード。あ、これ自分でこう作られるの。自分がつけてるんですよ、自分で。お、いいでしょ。お、皇太子さん、スタートレックのジョージ・タケイさんに似てますって。本当？そうなの？よかったよね。ミスター・スポックじゃないからいいじゃないですか。ミスター・スポックよかったな。そっちがよかったね。あ、あれね、あの日系人の。いましたね。これ。これがアーケードゲームの中で、うんうん、ね、うん、あー、ゲーセンの中で自分でゲームをこう筐体をずっと置いていくんですよ。お、いいな、これ、いいでしょ。え、いいでしょ、これいいわ、これ。で、すげえ、要するに予算があって、うん、筐体買ってきて並べ方とかも多分あるんですね。自分で自由にこうやって自由に置けるんですよ。
で、自分でその1ゲームのお金の設定もできるし難易度も決められるんですよ。1個1個のゲームを1個1個のゲーム1個1個できるってこと。ゲームをできはしない。いやゲームはできないです。ああ分かった分かった意味が分かった、うん、シミュレーションゲームやっけ、うん、でこのふうに今設置してるんですね。ほんならほら知らんパッて、まあ、ゲームしようと、まあ、子供が今ゲームしに来たと、うんうん、でお金が入ったとチャリンと。ああその難易度あまり高くするとみんなもうそうつまんないから遊ばないとか。でこれがそうなんですね。お設定画面でで予算があるからそんなにボン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 買えないんですよ、うん、稼いでまた買う稼いでまた買うみたいなやつ。おところがどっこい英語だから英会話習ってるのに読めなくてああちょっと山田店長のレベルじゃやばいでしょ俺の英語は。厳しいなでもこれ結構面白そうで。おこれいいわ。でこれ自動販売機とかも買え、あのジュースの自動販売機とかですね、うん、置いたりとか壁を変えたりとか下のタイル変えたりとか、うん、自分の好きなゲームセンターにどん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 。へえこの置いた瞬間にもう来るところがちょっと。いやもうボン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 、もうだから1日が早く動いてるから。ああそういうことね、うん、1日がどん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 進んでどん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 ほらお金の動きとかなんとかとかですね経営してるわけですから。そんなじーっと待ってるあれじゃなくていいでしょこれ。へえ。でお金が溜まってこないとまず新しいのを入れられないと。そうところがどこかこうやってたらですね、うん、こう壊れよるんですよ。そういうのもあるの、うん、メンテもしなきゃいけない。メンテもしなくちゃいけないみたい でそこら辺がもう英語がよく分かんなくなってきて、メンテしてくださいでこれがもう壊れますとか、うんうん、なんかそんな風に電源切れたりとか。あそういうこともなんかよく分からないけど、なんか止まるんですよとにかく。でお金入らなくなってどうすんやろ。それ駄菓子屋ゲーセンでも実際によくあった話ね。あのボタンとかが調子悪くて、ね、調子悪くてね、レバーガタガタでおばちゃんなんとかしてとかね。これいいでしょ。いいね。いいでしょ。いいわこれ。ちょっと乗ってきたでしょ、うん、これはこれいいでしょ。いいのこれ。いいでしょ。でこのゲームいいよなと思ってですね、うん、いいよなと思うでしょ、うん、なんか見たことあんなーち、うん、思ったんですよ。何が言いたいかっつうとあったのよ日本にそんなゲームが。これと同じドーンこれできるゲームセンター。センターあこれこあさっき書いてあったけどもできるゲームセンターみたいなものですかって書いてあったけども、そうまさにそれがそうこれこれこれで、あこれも1980年から2000年までのこんなリアルじゃなかったでしょこれ。できるゲームセンターはこんな感じです。まあ、ちょっと子供っぽい感じやっぱりな子供っぽい感じでこんな感じです。あ一応ね一応テーブル筐体1980年代です、うん、がやっぱりテーブル筐体から入ってきてで2000年近くなってくるとこんな風にアストロシティみたいな。あ本当本当アストロみたいなと。あでもやっぱりねさっきのリアルなあの感じがいい、ね、ちょっとこう薄暗くてね、うん、でもこれはこれでまたちょっといいでしょ。で一応ですねあったんですよ探してたんですよ家にあったんですよ。持ってた持ってた持ってんのそれは。持ってましたよこれやった思い出があって、あこれあったのは思い出したわ。でねゲームも1200個あるんですよ、で全部ね文字っとるんですよ。なんかねんなパックマンやったらさっきの話じゃないけど、うん、パックマンとかですねちゃんと全部文字ってあるんですよ。1200個もあったの。1200個入ってる。すげえ。でもほら持ってたって書いてあるからね、いやいやだからこれ駄菓子アーケードを作ってくださいだから作ろうかなと思って作りたいな、うん、これでこっちから再現できそうなんでとりあえずこれでちょっと来週までにゲームやってきてプロジェクトね80年代ゲーセンを再現するプロジェクトの再現してみようかなと。第1弾としてちょっとこれでまずシミュレーションをやると。本当の、ね、そういうことですね本当のおちょっと色の書き込みがすごいな。今でも遊んでるって書いてある。おおすげえすごいな。やっぱこれを見た名前がだって当たりさんですよ。当たり2、当たり2さんすげえマニアックな人が結構見てるのやっぱりこれすげえ持ってたよ、ね、これよしほんなちょっと僕も頑張って今ドラクエ買ってきたけどちょっとやめときます。こっち、うん、こっちだよやっぱりあそれとあの 3D 先週俺言った 3DS の、うん、何だっけスペハリスペハリ買ったんですよ。買ったどうやったらね、テーブルあーなんかムービング筐体、うん、バージョンがあってどうなるんかなと思ったら どうなる画面がですね普通バージョン、うん、普通固定じゃないですか、うん、ムービング筐体バージョンだと動きよるんですよこうそれだけやったあーこの、うん、
画面は動かないですよ。だから画面の中が一応仮想の、なるほど、そういうこと、筐体になってて、これがグイーン、これ左右に動かすと左右に、そう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 、ただそれだけやった、それだけ。おー、でもあのほら 3DS やからほら、うん、立体に見えるでしょ。おー、あれは結構面白かった。やっぱそれでちょっとワクワク、立体感がちゃんとあったよ。一応今度持ってこう思ってます。あ、それ持ってきてほしいね、今度持ってきます。うん、用できてましたよ。おお、さすがスペハリ。スペハリ。どっか変なとこが移植してましたけど、まあそんな感じで今日はこの1本、うん、最初の1本よかったでしょ。いや、あれは Xbox のあのリアルなゲーセンの雰囲気があれはいいわ。なんか暗い感じで、うん、やっぱりほら欧米人もね、やっぱこういう雰囲気にね、あ、これね、好きなんだよ。やっぱこれが、これね、ね、みんなこれ買ってやっとってください。400円ぐらいです。おい、え、安っ。400円ぐらいですよ、確か。アーケードクラフトね。うん、ちょっと俺これちょっと英語怪しいんで、もうちょっといいな、ダメですわ俺。これ400円って安いの？400円か、ちょっと忘れたけど、大したことなかった。まあ、500円、まあインディーズゲームだから大体そんくらいなのもんね。へ、うんうん、同じようなやついるわけだ。なんか考えてるやつ、考えてるやつだね、駄菓子屋ゲーセン買い頃、うんうん、アメリカバージョン、うん、ってことで今日はそれをお知らせしました。はい、はい、で、あと皇太子筐体持ってくるっていう話だったんで、バイクで持ってくれるんだろうかとんいうハラハラワクワクしてたんですけど、あ、筐体持ってきました。持ってきました。一応持ってきました。これガッて見せましょうかね。まず横にしたらだいぶ、あ、やばい。そんなことはないですよ。よし、これです。よいしょ。重っ。テーブル、あんま重くないですか。見る、テーブル筐体。テーブル筐体、テーブル筐体、こんな感じで遊ぶんですね。すごい、これワンプレイ側とツープレイ側、ツープレイ側になってる。で、なかなかよくできた。なかなかよくできた。ゲームが何個入ってるんですかこれ。10個。え、もっと、あ、もっと入ってるの。もっと、結構ってことで、ちょっとこれ場所がうまくできないんですけど、ここの場でよし、よいしょ、よし。で、どうしたらいいかな。はい、こんな感じですね。おおって書いてあるな。映る、映った、映ってた、あ、映った、こんな感じ。はい、で、これが映ってしまうからこれ消して、なんかゲームがガッて入ってるんですね。映り悪いな、なんかね。うん、まあこれはしゃあないですね。おお、なんだそれ。ミニテーブル筐体。ミニテーブル筐体。ミニテーブル筐体。これどうしたんですかこれ結局。これ、うん、これはまあちょっといわゆる市販品っていうやつで。市販品。作ったわけじゃないんですね。これはね、ちょっとね。ちょっとゲームしてくださいよ。ちょっとまあ本当にできるのって。音もちょっと。音出してください。とりあえずこんなことある。なんか分かりやすいゲーム。よし。ほら。これはミスパックマン。これが家でできちゃう。これが家でね、できるんですよ。分かりますかねこれ。すげえ。すげえですよこれ。これエミュレーターが入ってるんですかね。いわゆるエミュキュバンっていうやつ。エミュキュバンが入ってて、うん、そう、いいじゃないですか。面白いですこれ。いや、かなりよくできてた本当。うわ、危ね。ちょっと違うゲームちょっと切り替えてみていいですか。ちょっと待って、でもね、リセットボタンなくて。え、ないの？リセットボタンなくてこれ、死ななきゃいけないけど、死にたくないなって感じすんな。死にたくないってどういうこと？なんかずっと4機全部死なないかんの？ちょっともう、うん、しょうがないな。4機もあんの？5機ある。あ、5機あるんだ。あ、1回死んでしまわないと。ちょっとね、死んでしまわないと、それが欠点かな、欠点じゃ。リセットボタンないんで。ああ。ちなみにこれいくらよって言うんですか？いや、これだけできて、うん、5万ぐらい。5万で売ってるんですか？5万ぐらいで買える。
アメリカで売ってるんですか。いや、アメリカじゃないんです、これが。チャイニーズ、いわゆる中華物ってやつね。へえ。でもよくできた。中身はでもあれでしょ、一緒、中身は本物でしょ。中身はいわゆる M 基板なんで、まあ本物と、本物と言われんか、クローン、難しいな、表現が。ちょっと表現が難しいですね。ちなみにどんなゲーム入ってるんですか、ここは。他は、いわゆるナムコの名作とか、パックマン、普通のパックマンとか、ギャラクシアン、ゼビウス、で、あとコナミのやつも、プーヤン、フロッカー、ジャイラス。それで 5万円って安いっすね。安いっすね。え、しかも動かせるし、動かせるしね。割と作りもいいんですよ、これ。レバーはどんな感じですか。レバー、まあ触ってみたら、まあ業務用と一緒。へえ。死なないと次のあれに行かない。ちょっと死なないと、そうそう、あのリセットボタンっていうのがないんで、死ぬか、そんな。ちょっと死んでみて。ちょっと死んでみるかな。これちょっとね、これを1名様にプレゼントするんでしたっけ。これを売るんでしたっけ、企画。あ、これで、これでほら、これでほら、これドンキーコングシリーズ。あ、ディグダグもあった。しかもね、まあ、あ、ミスタードゥーマル、ね、ミスタードゥーマル、クラッシュローラーだ。クラッシュローラー好きですね。クラッシュローラー。他は、僕はミスタードゥーがあって、インベーダーもあった。これギャプラス、ギャプラス。これジャイラス、タンクバタリアンとか。ハンバーガー、これハンバーガーでしょ。で、これがレディーバグ。おー、すげえ、レディーバグもある。レディーバグあるし、これが、ね、1942か。あ、マッピーもあったし。マッピー、マッピー、これはちょっと、ね、なかなか珍しい、ジュニアパックマン。へー、日本には多分なかったと言われている、ジュニアパックマン。へー。あ、これまた、ペンゴもある。ペンゴ、タイムパイロットか。へえ、ね、こんな感じで遊んでます。じゃあちょっとクラッシュローラー、音もいいっすね。音もいいっすね。スピーカーの2つで、ステレオスピーカーって言って、クラッシュローラーちょっとやってもらうか。酔いそうですね、みんな。クラッシュローラーなかなかよくできてたね、これがね。懐かしい。懐かしい。なんか端っこ塗っていって。でも頭いいからこれね、ちょっとこいつら。やばいやばい。早速やばいじゃん。クラッシュローラーのモンスターって頭いいもんね、ほんとに。まったりしようもんね。逃げたりね。そう。最初は簡単にこうやって潰してくれるけれどもね、何回もやってるとすぐもう逃げるようになるもんね、ローラーのところから。あ、来た、猫来た。これ売ってるのがいかにも海外っぽいですねって。ん？ラインナップだ。この位置でずっと点稼がなきゃいけないね、ここでね。このローラーで点を稼ぎますってやつね。来た。ここで待ってて点を稼ぐ。6400点をずっと出さなきゃいけない。なるほどね、本当はね、ここで待ってて。なるほど。でもあんまり調子に乗るとね、これほら、だんだん頭良くなってきて逃げるようになるんね。ってことでこんなのをちょっと、ってことで、すいません、必死で映してましたけどちょっとなかなかうまく見せられないんでこれをあれですね、これ私売ってるんでしょ今。欲しい人にはね、
皇太子英語がすごいんですよ、上手なんですよ、僕よりはるかに。あー、その山田先生のレベルと比べるととかな。まず、あ、10インチモニターと、これミニタイプなんですよ、ちなみに。あ、もっとあるもっと15インチモニタータイプとあって、へー、そう、まあそんな風にね、これ売ってるでしょ、要するに。これ買えますよ。いくらですか、これ。これでいくらですか。ちなみに、まあ、うん、ズバリ。ズバリ。48,500円。おお。でも円高、円安になったからな。へえ。ちょっとそれ、ちょっと厳しい、もっと上がるかもわかんないです。円安になったから。ね。もう終わらないし。でも15インチタイプ結構ね、みんなね、人気あって。それいくらですか。それはね、今69,500円。すごいね、みんなね、それでも買うっていうのがすごいね。6万でね。でも安いよ、ほら。でもほら、まあまあ確かに、まあ雰囲気いいけど、ね、すごいですね。パソコン買おう俺。いや、これほら、これゲームマシンだから、究極のゲームマシン、レトロゲーム、究極。一応皇太子がこれ販売してるらしいんで、皇太子のホームページに行けば売れ、まあ売ってるそうですんで、見つけれ、意外と安いって声もありますよね。そうでしょ、うん、でも 6万もすごいですね。でもな、うん、でもね、あ、だから5万円やったらその大きい方がマシかな、1万円ぐらいだなってことだよね。まあ、2万の差か。あ、2万か。2万ちょっと、2万5000円違うけど。なるほど、意外と安いでしょ。そう、物見ると納得できるんです、これ。ただラインナップは確かにな、もうちょっと入ってってほしいな、イメージは。することもできます。できる、実はできます。あ、エミュレーターのロムかなんか入れるってこと。うん、またあの邪魔基板が入ってて、ああ、それ、ああ、それさせばいいんか。そう、できます、実は。へえ。ってことで、ちょっと長くなってきているんで、そろそろ終わる前に、うん、ちょっと最後の実話っていう話を。あ、なんか山田店長のどうしても話さなきゃいけない、どうしても話さなきゃいけない、話が今日は ある。そうです、そうです。新しい企画ですね。まあほら、どうなったんですか。ほら、とりあえずこの番組をやってる趣旨としては、ああ、そうか、そうそうそう。80、まあ。うん、80年代のゲーセンを再現すると、再現するプロジェクトっていうのがあるわけです。一応あるんですね。一応しかあるんですよね。そう、あるんですよ。ただ面白くおかしく話してるわけじゃないよってことですね。じゃないです。で、なんか一つずつやっていかなくちゃ何も動かないよねってことで、実際ホームページを作ったりとか、一応、そうそう、一応ちょっと今作ってますんで、作って立ち上げて、来週ちょっと本当に公開します。そう、ね、なかったらな。お、任天堂のテレビゲーム6と15、あ、そうそう、そんな感じ。どうせなら15買っちゃうみたいな感じ。うん、あ、そんな感じだ。あ、そう、どっちみちなのね。いや、今度、今のあれもそうじゃない。Wii U もそうじゃない。高いのと安いので。あったらね、うまく考えてるのはね、うまい戦略だ。まあ、それ置いといて。まあ、置いといて。で、そういう、まずホームページのプロジェクト。プロジェクトですね。駄菓子屋ゲーセン開口録ので、第1弾で実際のものとしてですね、ものとしてやっぱやらなきゃいけない、なんか一つやっちゃおうぜって話で、やらなきゃいけないと。この間のあれで、うん、大型筐体の話してる時に、山田店長作っちゃいなよと、そういう言葉もあったり、うん、まあ皇太子がコントローラー作れるっていうところを掛け合わせた結果、うん、結果これを作ろうかということで、これを行きますよ、盛り上がってます。行きます、行きます、もう言った限り行くしかないと。もうやります、これ。行きますよ、もうやりますよ、行きますよ。よし、言うで、大丈夫ね。よし、言おう、作れるね、作れるって。もうよし、行きます、これ作ります。ドーン、これスペハリ筐体を作ります。ミニチュアじゃないですからね。ミニチュアじゃないですよ。言っときますけどね。マジでこれを。これを作ります。ただし、ムービングは無理です。ムービングはね、うん、
無理と言っちゃいけないですよ。いやでもちょっといきなりハードル上げるのはちょっと難しいんで、いきなりは動かさないです。でも今のところまあ、動かすのエアサスを使って動かそうっていうふうには検討はしてます、うん、でもまあとりあえずはちょっと実物大をまずは作るとやりますよ。これまず作るとマジでやります、うん、いや作れますって、うん、一応山田店長 の, あの家具のメーカーまあメーカーにちょっと手伝ってもらわんとダメですね。側は作る、もう側はちょっと作る。側は作れるんかな。よし。見てこの反応。作ります。ね、すごいですよ。ただどこまで再現できるかとかちょっとよくわかんないですけど、でも実際ね、こう確か筐体作ってるし、そう、うん、もうマジでマジでやってちょっと伝説、もういきなり伝説作りますんで。うん、ただちょっと期間がそんなパッて作ってパッて作れるのもんじゃないと思うんで、4月違います。はいや、あのちょっと公開しますね、その制作過程。ああ制作は当然公開します。うん、制作過程も、うん、皆さんの意見もちょっと取り入れ、そうね、それがいいですね。そうなんですよ、うん、勝手に作るよりね面白いよね。意見もちょっと取り入れようと思いますね、うんうんうん、やっぱり2人で、あの一番ね、あのコンセンサスがあったのが、うん、やっぱりスペハリと、そうスペハリを作んなきゃもう、うん、みんなほら絶対買いますね。売り物になるかどうか分かんないけど、でも作ります。さすがに R36 まだ作りきれなかった。あれがちょっとあれさすがにね、さすがにね、ちょっとまだ今のあれね、計算間違えてました。あれ何回、3000回って言ってたでしょ。3000回じゃない、3万回でした。マジで3万回元取るどころじゃないってことね。もう1600万に対して500円だと、約3万2000回かなんかやって、そんな稼働しないってあれ絶対、うんうん、まあまあそれもちょっと訂正言っとかなくちゃと思って、ね、今思い出しました。もう客寄せってやつね、いわゆるね、うんうんうん、あれで元取るんじゃなくて、ってことで早速スペハリのプロジェクトを、ねえー、来週から立ち上げて、僕はちょっと家具メーカーさんの方にちょっと聞いて、うん、あと中身はねとりあえずは一応構想ありますね。ちゃんと交代しが中身を作る、うん、何を、まあ何、どのスペハリを動かそうかっていうので、それもちょっと検討します。どのスペハリ、まあスペハリもいろいろある。ああそういうことね、アーケード版から、あーなるほどね、コンシューマー版のね、いろんな移植してある。スペハリ2とかがいいんじゃないですか、メガドライブ。あえてあえてね、あえていろんなものが映るようにするってなる、うん、まあ、全部映ると側が重要なんですよ、スペハリって。だから側がね、あの筐体がもうあれが命、うん、ちょっと、ね、頑張りましょうね、うん、あれはもうまずそれ作って、80年代の幕開けと僕たちの中でね、そうね、あれはまずは、ね、伝説の始まりなんですよ。まあいいや、これもう言っちゃったんで、やります、うん、やります、とにかくやります。言わなきゃ進まないもんね、うん、言わないと、そう、もう最初にあのコミットメントしないと動かないんで、ね、うもうこれは俺たちマジだよ、ね、はい、ってことで、ね、おっと50インチ全体の大きさがどのぐらいになるかって、あれだって21インチぐらいのブランカーになかったな、あ実際本物は。ああだから50インチにすると、うん、全体の大きさがなんかとてつもないようなね、あの巨人用みたいな、あのエイリアンのあれみたいなやつね。そう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 、あいつあいつみたいなやつ、あれ、まあ、それはそれで面白いですね。まあ、うんうん、そう、まあまあまあそんな感じでもう言いましたんで、これはもうホームページとそのこれと連動させて、みんなの意見も聞きながら、ね、で制作過程も映しながらやりますよ、うん、やりましょう。ガンダムに対抗です。ガンダム？ガンダムプロジェクト対抗ってやつ。はい、まあ頑張りましょう。ってことでこれを今日言いたかったがために1時間半かかってます。来週ちょっとなんか告知を、なんか作んなきゃ、チラシみたいなのも作んなきゃな。でもあと作っとってください、俺仕事頑張りますんで、うん、ちょっとなんか資金稼ぎします俺は。お願いします、はい、資金の方がちょっと、資金ちょっと俺もあんまりお腹ばないです、うん、まあいいや、はい、ってことでそろそろ本当に無駄長なったんで、うん、この告知も終わりましたんで、はい、終わりたいなと。そうですね、はい、いいですか今日じゃあ終わるってことにしますか、はい、はい、うん、ってことで、ここまで告知したのでこのままやめるわけにいかないんで、
来週僕用事がなければやります。またそれはまたあの放送どっかで告知します。ツイッターとかなんとかでですね。そういろいろ、そうそう、あのサイトと連動せないか、オフィシャルサイトと、うんうん、フェイスブックページと、それ作ってくださいよいやそれ今あるのそれにしていいですか。じゃあ、うん、していいですよ。はい、してください。じゃあそうします。フェイスブックページも、はい、なそういうことでします。はい、もういいですか。よし、はい、なるということで、すいません、長々とお付き合いいただきましてありがとうございます。これで、第15回の15回、駄菓子屋ゲーセン開口録、そして衝撃のスペハリ筐体を作ると、すごい伝説の始まりの回になってしまいました、ね、次なりましたんでやっていきたいなと思います。それではこれで終了します。それでは皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。さよなら。で終わるところがどこか分からない、終わるところが何かあってどれやねん。え、あのエンディングがあるんですよ。エンディングどれか分からない。かっこ悪いな、なんかこれだ。違う、まさか。